銃弾が降り注ぐ中、先頭に立って大砲を運ぶ人物がいました。あの勇敢の兵は誰だ？それはなんと司令官のナポレオンでした。この様子を見た部下の上官、上級官ですね、将軍とか士官たちは、こんなところぼやぼや自分たちもしてられないということで、もう走って先頭に立って敵に突撃をします。上官たちを見て感動した兵たちはやる気を奮い起こし、フランス万歳、ナポレオン万歳と叫びながら次々と敵に突進をしていきました。リスクを背負って前面に立つということがリーダーとして必要だということです。皆さんこんにちは、渋井真帆と申します。本日はナポレオンに学ぶリーダーの人心掌握術と題してお送りしていきます。皆様のお役に立てるような内容をお届けしていきますので、よろしくお付き合いください。ところで、ナポレオン・ボナパルトという人物のことを皆様ご存知でしょうか。吾輩の辞書に不可能はないという有名な言葉を残した人としてよく知られています。こちらの絵ですが、教科書にも載っていますので、ああ見たことあるなと思われた方もいらっしゃると思いますが、この白馬に乗って天に指を指している人物がナポレオン・ボナパルトです。まずはナポレオンの生涯をざっと見てみましょう。ナポレオンは1769年地中海のコルシカ島に生まれました。